皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回のレスレリアーナのアトリエは、予言の塔31回以降追加されたよというところと、難易度についてお話をしていこうと思います。またどうしてもクリアができないよっていう方向けに、ソフィーがいれば31回安定して勝てるよ、なお地獄だよっていう話を実践を通してお話ししたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まず予言の塔についてなんですけれども、以前にお知らせであったと思います。極秘クエスト予言の塔に新しい階層を追加というところが書いてありまして、本日2月16日から無期限で開催されますというところ書いてあります。これ一つちょっと言っときたかったのが、改めてお知らせした方がいいんじゃないというところを私思うわけですよ。確かにお知らせには書いてあって、あ、そっか、2月16日から始まるわっていうのあるんですけど、これ忘れてる方いると思うんだよね。なんでもう一回お知らせしないの？公式 X さんの方でも本日予言の塔追加だよとも書いてないし、まあ確かに予言の塔をタップして見れば追加されてるのわかるか。うん、まあそれでもやった方がいいと思うけどねっていうところを最初に話しておきたかったです。さあ、それでは実践編でやりながらどんな戦術かというところ、難易度について語っていきたいと思います。なぜそんな方法を取るか、長すぎるからです。それではどうぞ。予言の塔31回の攻略をやっていこうと思います。今回の戦略を最初に説明しておきます。雷レスナでクリティカルをばらまくんですが、ばらまく対象はソフィーです。ソフィーを最終的にクラゲと対面で戦って耐久勝ちするという、ソフィーさえいれば勝てる戦術となっています。しかしプラス効果無効によりクリティカルを負ける回数は限られているので、注意をしてください。それではやっていきたいと思います。最初の方だけ戦術の説明をしながら回していこうと思います。途中でバッサリカット入れると思います。なぜならめちゃくちゃターン数がかかるからです。まず戦術としては、周りの敵から倒していくようにします。ソフィーは途中で体力が半分以上削られてしまった場合、相手のバーストを受けてしまうとやられてしまう可能性が高くなります。そこは注意が必要です。メレルを採用している理由が、ソフィー対面までの間にできるだけ安全にたどり着くため採用しています。で、今回のハレギマリーについては大好きなので引用していますが、特にハレギマリーに関してはマイナス効果解除がありますので、かなり優先的に立ち向かえると思います。しばらく泣いたフォースブレイクでいいと思います。メレルがやられて以降 HP 回復が間に合わなくなるので、もうスキル1を連打していく形になります。これね、プラス効果無効本当に厄介ですよね。マジで厄介だよね。相手のクリティカル攻撃がねすごい怖いんで、それだったらこういう場合はアイテムを使って私は1個ずらすようにしています。で、ソフィーの HP さえあればデスタッチ耐えれますので、アイテムを1個使いずらして相手のクリティカル確定攻撃よりもバースト誘導をしています。で、パトリツィアがなぜダメかっていうところなんですが、プラス効果無効の効果もあり、カウンター発動しないんですよ。カウンター発動しないとパトリツィアの HP 回復が間に合わないので、ソフィーでスキル1連打が一番丸いと思います。で、ソフィーのプラス効果無効さえなくなれば、レスナのクリティカルが入るようになりますので、そこまでは我慢が必要だと思います。そこまで耐えれるかどうか次第っていうところもあります。ここから少しずつ削っていきたいな。さあ、1対1盤面に持ってこれましたが、
道中失敗しまして、マリーでダメージを与えれなかったので、ここからひたすらソフィーでギル1を繰り返し、地獄の耐久編が始まるというところです。見てみましょう。だいたいソフィアブローを入れると1600-1700ぐらいソフィーが回復するようになっていますので、うまい具合にバーストを相手に打たれとしても HP が間に合うぐらい確保するというところが重要になります。で、基本的にはソフィアブローを打つと、このようにバーストのところにソフィーが割り込むようになっていると思いますので、そんなに打たれる心配はないかなというふうに思います。で、たまにクリティカルが出ると800-900ぐらいは持っていってくれるので、少しは楽になると思います。え、いつまでやるかって、倒せるまでこれをひたすら繰り返すんです。めちゃくちゃきついよね。このために少しクリティカルが出るようにレスナーをあえて持ってきたっていう戦術になります。100回繰り返せば9万ダメージ。クラゲの体力はいくらでしょうか。見てみましょうか。クラゲの体力は一体43万です。あとは計算すれば分かりますね。予言の塔について少し語ってみようと思います。いろいろな方に聞いてきました。31回以降予言の塔難易度どうだったというところ、聞いたところによりますと、属性塔を20回塔までクリアしている人に関しては、まず今回の予言の塔31回から40回意外と簡単らしいです。ただ条件としまして、やはりレベル80キャラクターが揃っているかどうかというところはかなり必要だと思います。そもそもレベル80揃ってない人にとっては、相手の攻撃を耐えうる環境が整っていないというところ、またマリオンとかエスカとかみたいな単体ブレイカーいますよね、まあ、リラとかでもいいです。単体ブレイカーの装備、ブレイク値のリフトが55ないし54ぐらいはないと、基本的にブレイク値が足りなくて全くブレイクが届かないっていう場合もあるという声も聞きましたし、やはりエンドコンテンツの一種類みたいな感じで考えれば、すぐすぐクリアできなくても仕方ないとは思ってます。属性塔の方が難しかったっていう声もかなりあるみたいですので、その辺のところはまあまあまあっていう感じなのかなと思います。こういう場合は相手にダメージバースト渡したくないっていう場合はフォースブレイクを一発加えるのもありです。ただこの時はソフィーの HP をしっかり確保しているのが重要になりますので注意してください。一回ミスるとね、何百ターンというのが水の泡になりますので、皆さんマジで注意してください。そうで、こういう場合もなぜ私がこの戦術を取っているかというところになるんですが、やはりブレイク能力が足らないというところと、今回のクラゲに関してはカウンターを持ってるじゃないですか。みんな大嫌いなカウンター。カウンターを防ぐためにはどうするか、ワンパンで倒す必要がある、またはツーパンぐらいでカウンターを食らってもこちらがやられる前に敵を倒しきる必要があるんですよ。ってなった場合、重要になってくるのが、まあ、今回で言うと物理キャラクターで出てきたバレンタインエスカ、まあメイドエスカですよね、とかリディっていうところがかなり必要になってくると私は思っています。この辺のキャラクターを持っていない人に関しては、こういった戦術を取るのがめちゃくちゃ難しいと思いますので、うわ、やべえっていう風になる方多いと思います。まあ、だから私もこんな戦術を取ってるんですけどね。ライト層にはめちゃくちゃ難しいです。ただ、レスレリアーナのアトリエは誰かと競うものでもないですし、逆に予言の塔とか属性塔をクリアしてしまったら、やることがほぼなくなってしまうんですよ。それがエンドコンテンツだと私思ってるので、なのでこれぐらいの難易度があっていいんじゃねっていうところが正直な感想です。なのでまずは自分のキャラクターをレベル80まで頑張って育てる、そして仲間キャラクターの星を上げるというところからしっかり育てていき、
工場入りした後に必要なキャラクターを取っていくっていうところがあればいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんこのソフィー編成というか最終的なソフィータイマー、何千ターン言い過ぎか、何百ターンでも戦闘を続けることができるぜという強者いたらやってみてください。予言の塔がまだ難しいよっていう方、難しいやめたは思わなくていいです。自分のペースでレスレリを楽しんでいくのが一番だと思います。私は最近そのように楽しんでいますので、ぜひこれからも一緒にレスレリ楽しんでいきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。本当はクリアまでお見せしたいんですが、いつまで経っても終わらないので、安定してるのお見せできてると思いますので、この辺でお別れしたいと思います。それではまた次回のレスレリでお会いしましょう。またね、バイバイ。やはりソフィーは強かった。